みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。今回はリクエストにお答えして、X の「紅」という曲の解説をさせていただこうかなと思います。まあ、そんな難しい曲でもない、簡単でもないですけど、まあ、そんな言うほど難しい曲でもないので、まあ、お気軽にそのステップアップの練習曲として取り入れていただければなと思うんですけれども、ちょっからまあ、半音下げチューニングがめんどくさいんですが、半音下げにちょっとギターをチューニングしていただいて、ギターを用意していただいて、一緒に練習していきましょう。イエスということでございます。ただちょっと、一つ前置きというか、ご注意点がございまして、この曲って、いろんな楽譜が発売されてますし、人によってこう全然弾き方が違ったりとかするんですよ。で、僕もぶっちゃけ正直言うと、その弾き方というか、その正解はわかんねえって感じです。正解はわかんねえ。ただ、ブルーブラッドのアルバムの中に入っている紅のノスタジオテイクのバージョンの右側から聞こえてくるパート。まあ、多分、ヒデパートだと思うんですけども、ヒデパートの音を聞いて、こんな感じじゃねえかなって思ったものを、この動画の中で解説させていただきます。なので、まあ、僕が聞いた感じの、耳コピーなので、まあ、あの人と違うとか、この楽譜と違うとかって、そういったことがザラに出てくるかと思うんですけども、まあ、その辺はちょっとご承知いただければなと、ご周知というか、ご了承いただければなという感じでございます。滝沢が聞こえた感じだとこんな感じっていう、そういう解説でございます。で、この1本目の動画では、ちょっくら、アルペジオの部分をすっ飛ばして、イントロからギターソロ手前まで解説させていただこうかと思います。メロディの部分ですね。そんな感じです。ちょっとギターをチューニングして、ギターを用意して、アンプにつなぐ、つながないは任せます。一緒に練習していきましょう。イエー!そんな感じでございます。まず最初のイントロ、ちょっと弾いてみます。こんな感じ。こんな感じのところでございます。やってみましょう。まず、予言の9フレットのシの音からスタートです。シー、これ。で、シローと単音でいきます。しばらく単音です。シロと知らん、しどれだ。こんな感じ。シロと知らん、しどれだ。で、その次、14フレットのミに行くんですけれども、ミに行くときにその、ね、パーンって弾くんじゃなくて、12フレットのレあたりから、なんかこう、レからこうグリスタンドしましょう。ヒュンって、ニュルッ、ニュルッとこう、ミに到達です。ニュルッと。で、ミレトと言って、ラ、ソ、ラ、シ、ドレドと行きます。もう一回行きましょうか。シドとシラ、ほい、シドレド、ほい、ニュレド、ラ、ソ、ラ、シ、ドレド。こんな感じです。ちょっと待ってくれ、わかんないぜっていう方は、ちょっともう一回ビデオを巻き戻して何回か確認をしてみてくださいませ。で、2周目のところから、このブリッジミュートが入っていきます。5弦開放のこのズク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 って音が入っていきます。ブリッジミュート、この右手の側面をこの弦に触れて、5弦の開放をズン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 と弾いていくと。で、このズクに関しては必ず偶数で来るので、ダウンで攻めて、ダウンアップで弾いていきましょう。ズック、ズック、ズックと。ちょっと弾いてみると、こんな感じ。こんな感じです。最初、このドからスタートして、ド、ズク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 、ド、シラ、ズク、ズク、ズク。こんな感じで弾いていきます。ドの後に3ズクですかね、4ズクかな ?4 ズクですね、4ズク。ド、ズク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 。で、4ズク終わったらアップピッキングで終わってるはずなんで、ドーズク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 、そのままダウンでドー弾きましょう。ドーズク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 、ドーシラー。こんな感じです。で、このラからまた、ラーズクズクズク、3ズクですね。ラー3ズク。で、またここのドから、ドーズク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 、ドーシラー、ソラシドレド。こんな感じで弾いていきます。そうですね、シドーまでですね、シドーまで。で、最後に5弦の5フレットから、レミン、レミンが入ります。もう一回2周目いってみましょう。ドの音からスタートします。ドズク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 、ドシラズクズクズク、シドリドズクズクズク、ドシラソ
シドレミ、シドレミ、レミ、こんな感じで、イントロがとりあえず OK という感じでございます。このブリッジメドをかけるときとかけないときのこのメリハリが超大事なので、ここはすごい意識できるといいですね。ズクッと行くときにはちゃんとこの皮膚、この右手 この側面の皮膚をこちらの弦にくっつけて、ズズ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 と鳴らすと。で、余弦のこの単音を弾くときにはちゃんとブリッジメドを外して、キャーンとこう真っ直ぐにパンッと、ドゥーンッと、バンッと音を出すと、ヤンッと、ギャーンッと、シュー、ズクズクズク。こんな感じです。で、この後リフに行きます。リフ。弾いてみます。弾いてみますとこんな感じ。こんな感じです。ちょっとチューニングが。ズグ、1ズグです。1ズグ。そしたら小指、薬指、もしくは薬指1本とかで3弦と4弦の7フレットを同時に弾きます。で、その次、人差し指で3弦4弦の5を弾きます。ズグ7、5、ズグ。ズグ7、5、ズグ。これです。ズグ7の5、ズグ。で、その次、4を弾いて、4、ズグ、ズグ。2ズグですね、2ズグ。で、また、レミいきます。ズグ7、5、ズグ、4、ズグ、ズグ。レミ。レミ。そんな感じです。ズグパーパー、ズグタ、ズグズグレミ。で、これを4回、3回か、3回繰り返します。で、4回目、ズグ、1ズグしたら、1ズグしたら、7、5、4、2、0。こんな感じで3弦4弦のコードを弾いていきます。775542200ということですね。ズグパー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 、こんな感じでございます。で、これでイントロが完成です。ちょっともう一回ゆっくりやってみましょうか。Cの音からスタートします。ワン、ツー、サン、シド、ヘイ、ドシラ、ヘイ、シドレド、ヘイ、トゥル。ズグズグズグドシラ、ズグズグズグシドレド、ズグ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 ドシラソラシドレミ、ヤゴズグテズグズグレミ、レバズグテズグズグレミ、レミレミ75420。こんな感じです。で、リフ弾いてるとき、この辺、音源よく聞くと、そのズグ75ズグ4の後、4の後に、ズクするじゃないですか。ズクズクって、2ズクするじゃないですか。で、この2ズク中に、若干なんかこうね、F シャープの、このファシャープの音が聞こえるんですよ。もしかしたら、このズク7、5、ズク4の後に、この5弦の開放と、この4弦の4フレットの音同時に弾いてるかもわかんないです。なんかこの音がする気がするんですよね。で、これ多分、もし弾いてるとしたならば、鳴ってるとしたならば、別にこれ意図しないと思います。なんか鳴っちゃったというか、ちょっと失敗に近い、ミステイクに近いような、鳴っちゃったサウンドなので、別にこれは、鳴らしても鳴らさなくても、どっちでも良いかと思います。ただちょっと聞いてると、なんか若干この音がします。多分、弾いてんじゃないかなって感じするんですけども、でも意図して弾いてる感じではないような気もします。そんな感じのおまけ話。で、これが終わったら、嵐が吹き始めます。この街が、つって、お前を抱く、つってこうね、嵐吹き。嵐吹きましょう。やってみます。こんな感じ。A メロ。ワン、ツー、サン、シー。こんな感じの、サウンドです。やってみましょう。まず、0、2、2、0、2、2。のパワーコード一発バーンと弾きます。バーン。で、4ズグかな、そうですね、4ズグですね。で、そしたら5弦の、7フレット、ミ。ミーレミーと。ジャンズグ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 、ミーレミーズグ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 、ミーレ。こんな感じで弾いていきます。で、その次、80ですね。F のパワーコードです。80。F、ズグズグズグ。で、その次2フレット上がって G、ズクズクズク。
バンズク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 ミーレミーズク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 ミーレエフズクズクズクジーズクズクズク。で、また、コードに戻ります。ジャンズク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 ミーレ。これで半分です。半分。半分です。で、この半分をもう一回繰り返します。頭から見ましょうか。ジャンズク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 ミーレミーズク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 ミーレエフズク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 ラズク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 ミーレミーズク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 ミーレミーズク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 ミーレエフズクズクズクジーズクズクズク。で、ここまでいったら発声説明に違うパターンが入ります。こんなやつ、ラソ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 が3回ですね。3ラソ。で、その次、ミレが 3ミレ。で、ドーシーと。ラソ、ラソ、ラソ、ミレ、ミレ、ミレ、ドーシー。これはそれぞれプリングで弾いていきます。ラの音は弾きます。ピッキング、セイ。で、その次、人差し指をこうずらしてプリングします。ポイント。で、これで3ラソ。3ラソ、ラソ。で、その次、弦が変わって3ミレ。で、5弦のドーシーと。で、この時に気をつけたいのが、その違う弦を一緒に弾いちゃわないようにするってことです。スプリングするときに違う弦を一緒に。みたいな感じにならないように。それはこじんまりとちっちゃく。ちっちゃく指を動かしていきましょう。で、ドーシーと。で、完成という感じです。ちょっと頭からいきましょうか。ミーレミーズク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 ミーレエッツクズクズクジーズクズクズクポイ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 ベベベベ。こんな感じです。で、その次、お前を走り出すところですね。お走り出すぜ、うお頑張るぜ、うお走り出す、お前は走り出す、何かのところです。やってみましょう。こんな感じ。またイントロに戻るというような感じでございます。やってみましょうか。五弦の開放、ラの音からスタートです。ラ、ズクズクズク、シ、ズクズクズク、ド、ズク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 、ドレ。ラ、ズクズクズク、シ、ズクズクズク、ド、ズク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 、ドレ。たくさんズクズクしますね。で、その次、四弦の二フレット。これ、ミの音なんですけれども、ミ。にんごごごごごにんごごごごごといきます。そのトンツクパカトントンツクパカトンみたいな感じ。このダウンピッキングは下になる感じですね。トンツクパカトントンツクパカトン。トンの後にツクがアップから始まっちゃうと、そのピッキングの都合が合わなくてそのリズムが崩れてしまうので、必ずダウンからトンツクパカトントンツクパカトンとピッキングするようにしましょう。トンツクパカトン、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 その次、トンツクパカトン、それが、2フレットこっちに来て、パからまたトンツクパカトン。動きは一緒ですね。ミソソドソソ、ミソソドソソの後にファレレララレ、ファレレララレっていきます。トンツクパカトン。で、その次、3弦の9フレットから9。2弦の9、1弦の13、12。ミソ、ミソファミか、ミソファミ。トンツクパカトン、トンツクパカトン、ミソファミ。こんな感じでございます。で、また、ドシーと来て、ダンツクツクツクシーツクツクツクドーツク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 ドーシードーツクツクツク。イントロに戻っていきます。ちょっとゆっくりやってみますね。もう一回こんな感じ。ラから、ラ、ズクズクズク、シ、ズクズクズク、ド、ズク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 、ド、レ、トン、ツク、パパトン、トン、ツク、パパトン、ミ、ソ、パ、ミ、ド、シ、ドン、ツクズクズク、シ、ズクズクズク、ド、ズク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 、ド、シ、ラ、ズクズクズク、ラ、ズクズク。
こんな感じで弾いていきます。なんとなくわかりましたでしょうか。で、これを2回丸々繰り返して、その次はギターソロに行くんですけれども、このギターソロの部分に関しては2本目の動画で解説させていただこうかなと思います。とりあえずここまで頑張って練習してみてくださいませ。全体的にこの、なんて言うんでしょう、そのオルタネートピッキング、このズク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 の動き、これができればね、すげえ簡単なんですけども、これができないとすごい難しいと思います。でも、なんて言うんだろう、言い換えればね、このズクができれば OK って感じなんで、うまくできなかったら、とりあえずこのズクができるように頑張って練習してみてくださいませ。それでは最後に、ちょっと一通り弾いてみます。こんな感じです。もしわかんないところがあったらね、ビデオを何回も何回も繰り返してチェックしてみていただければという感じです。いきます。1、2、3、4。これだ。ここからギターソロに突入という感じでございます。とりあえず、ここのね、A メロ、B メロのパターンまで頑張って練習してみていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね、バハハイ。アハハ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